どもども、腐っても豆腐です。唐突で申し訳ないのですが、Windows には ISO がつきました。Windows でないと動かないソフトウェアがあるので、それでも仕方なく使っているわけですが、不満点はたくさんあります。ところで皆さんは、このように Windows に対して不満を感じたとき、Windows と互換性がある別の OS があればいいのに、と思ったことはありませんか？というわけで今回は、Windows とのバイナリ互換性を持つことを目指した、オープンソースの OS、React OS をご紹介します。見ての通り、GNU、GPL ライセンスです。さっきからインストール風景を垂れ流しているのですが、見ての通り、インストーラは Windows、XP 等のものによく似ていますね。ただし、日本語表示にすると全部カタカナになって、読みづらいですが、インストールパーティションは、Windows、QX 系で使われていたファクトに加え、Oracle が開発する BTRFS にも対応していますが、NTFS には非対応です。また、これは独自に開発された OS であって、Linux ディストリビューションではありません。クリーンルーム方式のリバースエンジニアリングで、Windows を一から再現しています。少し前に、日経 Linux の公式 Twitter アカウントが勘違いしていました。ブートローダのインストールまで終了したら、最初の再起動です。再起動すると、懐かしい色使いの画面になり、デバイスドライバのインストールが始まります。セットアップウィザードは、これまた XP のものとよく似ていて、画面の指示に従って進めるだけです。Windows と違うのは、字の綺麗さです。Windows のレンダラを再現できていないということでもあるのですが、字が綺麗という点だけでも、すでに Windows より好印象です。この辺の設定は Windows と同じなので飛ばします。サマータイム対応はいらんです。Windows に派内、テーマ選択画面です。4種類から選べます。右端のテーマは Windows 10に似ていますが、日本語の、水、から名前を取っているくせに、日本語が文字化けします。まあ、Windows 10に似ている、イコール同様にダサいので、大した問題ではありません。他のテーマで進めましょう。あとは、ネットワークの設定等をするだけで終わりです。2度目の再起動を済ませたら、いよいよ React OS とご対面です。Windows 10の高速スタートアップが可愛く思えるほど、超高速で起動しました。初回起動からしばらくすると、ドライバの自動インストールをするか聞かれますが、現状、バーチャルボックスではまともに機能しないので、キャンセルします。デスクトップは、Vista 以前の Windows に似ていますね。React OS には、いくつかのプログラムが初期搭載されています。ほとんどが Windows のアクセサリのクローンですが、不完全なものも多く、例えばこのペイントでは、線の太さを変更しても反映されていないようです。一応バケツツールは使えました。続いて、コマンドプロンプトです。ウィンドウが大きすぎるようで、はみ出していたのをリサイズしたら、表示がバグりました。CLS コマンドを打っても直らないので、お手上げです。画面では、間違えて Unix 系のクリアコマンドを打って怒られています。あくまで NTK のクローンなので、コマンドのお作法も Windows 流です。コマンドライン自体は、結構ちゃんと機能するようです。メモ帳とワードパッドは、ワインプロジェクトの成果物が使われていて、そこそこまともに動作します。ただし日本語入力はできません。OS に IME が実装されてないせいなので、そればかりは致し方ないです。あとは電卓が付属しています。普通に使えました。マインスイーパー、ソリティア、スパイダーソリティアも初期搭載です。その点では、Windows 10より優れています。あと、独自の、React OS アプリケーションマネージャーが実装されています。わざわざダウンロードページに行かなくていいふん、Windows より楽ですね。せっかく Windows のソフトが動作するので、試しに LibreOffice を入れてみます。ダウンロードに時間がかかったので20倍速にしていますが、それでも遅いですね。遠くの間が持ちません。しょうがないので、インストールが終わるまでカットします。ライターを起動してみましたが、バグってウィンドウ枠しか見えません。ウィンドウをリサイズしてみたところ、一応正常に表示はされましたが、文字入力中にフリーズすることが、何度かありました。
やはり、複雑なデスクトップソフトウェアの動作は、まだ厳しいようです。同じく、アプリケーションマネージャからインストールした Firefox です。かなり古いバージョンがインストールされるのは意図的なもので、React OS だと、最新版はまだ動作しない模様です。ブラウジングはできますが、古いブラウザでインターネットをうろつくのは、正直怖くて仕方ないので、あんまりおすすめはしません。とりあえず自分の動画を再生しようとしてますが、日本語入力ができないため、自分の YouTube チャンネルに、たどり着くことすらできませんでした。腐っても豆腐、海外での知名度は皆無のようです。いつまで経っても自分のチャンネルにたどり着けないので、個人的に推している VTuber の、オメガシスターズさんの動画を再生してみます。再生はできましたが、音が出ません。OS の音量は最大になっています。React OS でのウェブブラウジングは、まだ実用的でないようですね。ちなみに、ニコニコ動画は再生すらできませんでした。以上、Windows の Chrome OS、React OS のご紹介でした。正直なところ、現時点では実用性は厳しいと言わざるを得ず、Windows なしで、Windows のソフトウェアを動かすにしても、Linux 上に Wine をインストールした方が楽で、動作する可能性も高いです。ですが、React OS は現在アルファ段階であり、近年は開発も活発なようですので、いつの日か、もはや Windows を買う必要がない社会が訪れるかと思うと、明るい未来を覗けたような気がします。まあ、そうなったらなったで、マイクロソフト側の手この手で妨害してきそうですが、最後に、まとめです。Windows と互換性を持つオープンソース OS、Windows より字は綺麗、現状だと実用は厳しいが今後に期待大。次回は、新世代 Mac OS になるはずだった、BEOS の石を継ぎ、その身庭の心を宿す、俳句をご紹介します。